マ,インドマップがどのように出来上がっていくのか書きながら概要を説明したいと思います。中心にはこのマインドマップのテーマとなるえ絵を描いていきます。この日は12月18日のトゥードリストを描いています。で私は日めくりカレンダーを書いてディクセンバー18が目立つようにしました。で破けた昨日の17日の分は「 薄い文字で書きましたで、そこからブランチ枝を伸ばしていきます枝は太いのからだんだん細くなっていきます study 勉強することは英語で宿題をやって do でびっくりマークをつけてその色を変えて少し目立つようにしましたで、その宿題を先生にメールをするという矢印をつけます2つ目のブランチは緑にしました ブランチごとに隣のブランチと色を変えていきますえっとメガネのマークはチェックするという意味で私は使っていますメールをチェックしてでメールするのは誰々さん何々会社と書きましたそれでブランチはまずブランチを書いてからその上に文字を載せるように ブランチに沿わせて書いていきますで、ピンクの SNS のブランチはツイッターをチェックするという内容を書きましたツイッターはツイッターのマーク鳥の絵を書きました紫のブランチはブログについて鉛筆のマークは書くで2つの記事を書くと表現しました 青いブランチはお金のマークでブランチは塗りつぶさなくてもそれ自体が枝になっていればいいので、えー、柄や模様別のものでも大丈夫ですバンク銀行に行って振り込み回避をしてクレジットカードのホームページをチェックして名サイトポイントを確認する黒いブランチは「考える」という文字を書きました今日考えることを書きます 旅行、日程場所そしてこのマークは YouTube のマークですね YouTube について考える内容を書きました編集が難しいので外注しようかなというハテナをつきました で水色のブランチは水玉にしてみましたここも YouTube のマーク YouTube について今日やることを書きます1本作成してスクリプトを作るそして撮影もするというのを書きます場所はどうしようかなという場所という風うに書きました 編集は一本、ナレーション一本して、一本アップして、リンク先をつけます。で、ツイッターにも載せましょう。と書きました。そして赤いブランチは、ショッピングバッグのマークをつけて、今日買うものを、買いたいものを書きます。そしてそれをいつやるか記入します。 AM、PM、夜に分けました。AM は緑、PM は紫、夜は黄色の蛍光ペンで記入します。はい、それでは実際に書いていきましょう。まず用紙を用意します。 用紙は四つのポイントがあります。一つ目は無地で白いこと。二つ目は a. 4以上の大きさであること。三つ目は横書きであること。四つ目は中央からスタートします。はい、ということで、えっ、ー、とマインドマップは三百六十度の空間を自由に生かす。生かして、あの思考を制限なく広げることが大事です。 例えば罫線があったりすると自然と線に沿って整えようと思ったりしてしまって思考を自然に制限してしてままいます。それは自由に広げるという面から見るととても不自然なことになりますそして要所を横に使うというのはマインドマップはイギリスで、えー、と始まりましたで英語圏なので横書きだから横に広がる。 とということになるんですけれども日本語は縦書きなのではという疑問があるかもしれないですでも私たち縦書きのものは本を読む時ぐらいではないかなと思います普段も物を書く時とかほとんど横書きをしますよねそれにあの時には英語を混ぜることもありますで縦書きで英語の部分だけ向きを変えて書いた場合 髪を傾けたり顔を傾けたりする必要があるかもしれないですね。それってとても無駄な動きだし、えっとマインドマップは髪を傾けたり、えー、して書くことはしないです。ですので、やっぱり日本人にとっても横書きがとても自然なことです。はい、それで用紙が用意できましたら、セントラルイメージを書いていきます。 セントラルイメージというのはそのマインドマップのテーマを表します5つのポイントがあります1つ目紙の中心に書きます2つ目立体感を持たせます3つ目3色以上の色を使います4つ目 A4 の紙の場合名刺第の大きさぐらいで書きます4つ目セントラルイメージは囲まない ということです。はい。で、一つの絵は線の言葉に値すると言われます。できれば、えっ、ー、と立体感を持ってというのは、つまり自分なりの絵を描くということです。よくあるのが、えっ、ー、と絵が嫌いとか下手だからちょっと恥ずかしいとか、なんで絵なんか描きなきゃいけないの、ちょっと時間 けけたくなないいんだけどって思うかもしれないです私も最初ちょっと描くのがめんどくさかったり結構致命的な絵を描いていたのでそういうふうに思うこともありましたでもまずはそのような否定的な考えを一旦置いておいて判断せずに描いてみましょうで一つのヒントとしてはただ真似をすればいいです ちょっとパクるとか模写をするという感じですそう私も致命的な絵を描いていましたでそこでえ考えたのがただ真似をして描くということです例えば描きたいものが決まったらその写真やイラストをインターネットで出してきてそれをただ真似して描くだけですそうするとなんとなくうまく描けるし あんまり色々考えなくてもスラスラと絵が描いていてきますそうすると私って結構絵がうまいかもって勘違いするほどですそしてなんとなくいい感じに絵が描けたらその否定的な気持ちもなくなってなんか楽しいなっていうふうになるはずです そう私も実際絵を描き出すとすごい集中するようになったしなんかいろんなことが頭に思い浮かんできてとても連想の引き金になりましたいろんなことが思い出しやすくなりますでそういうふうに何回も描いていくうちにこのセントラルイメージっていうのがすごいなんか力を持っていてすごいパワフルなものなんだなっていうことが感じられましたですので まあ判断せずにまずはいろいろ書いてみましょうで3色以上の色を使うということは色は想像力を刺激するだけではなくてすごい引きつける力を持っています例えば1色で書いた場合といろんな色を使って書いた場合比べてみるととても分かりやすいですそしてイメージは枠で囲まないようにします これも枠の中にこう制限してしまってこじんまりとした単調なものになってしまいますその枠の中にこう閉じこもった感じですねで自由さがなくなって、えー、と印象に残りにくくなってしまいますなので自由なイメージの方が印象に残りやすいです ではセントラルイメージをを書いてみまままししょう、ま、ず髪を横にします私と同じように「トゥード o リスト」を書いてみましょう「今日でも明日でもいいです」その日を印象付けるようなテーマがあればそれをぜひ書きましょうそうでなくても天気や季節的なイベントですとか また私のようにカレンダーやスケジュールを象徴するようなものそのようなステーショナリーですとかでもいいと思いますあなたがテーマだと思うものでしたら何でもいいですもちろん私の書いた先ほどのセントラルイメージを真似して書いていただいてもとってもいいです セントラルイメージが描けたら、えー、確認してみましょう。まず紙の中心に描けてますか私はよく少し上の方に描いてしまう癖があります。ちょっと遠くから全体を見て、中心に描けているかどうか確認してみましょう。立体感を持って描いてありますか ただの文字だけとか、えっと、平面になっていないか絵になるようになっているか確認しましょう色は3色以上使ってありますかそして大きさは名詞ぐらいの大きさで書いてありますかそしてセントラルイメージは丸や四角で囲んでないですか はい。ぜひこのポイントを押さえてセントラルイメージが書けるように、えっと、落書きでいいのでいろいろ書いてみてください。いろんなテーマで書いてみるのがポイントだと思います。で、だんだん書いていくうちに簡単にこの、えっと、ポイントを押さえられるようになってくると思いますので、ぜひ楽しく書いてみてください。で、次回からは、えー、このセントラルイメージから枝を伸ばして、 そこに文字を載せていきます。